おはようございます。おはようございます。雨です、うん、今日はですねキャンプでもなく、うん、お参りです。また出たよこれ、今ここにおりますね。ここから、うん、いくつかチェックポイントを経て、うん、ここの稜線まで出ますが1時間半ってなってますけども、うん、まあ2時間半かけてじっくり登りたいと思います。はい、まあ今日は、はい、お参りなんです。実は、はい、私も師匠も、はい、怖い思いをしたことのある山域ということでちょっとピリッとしておりますけども、まあ心して登っていきたいと思います。そうですね、はい、僕は低山で低体温症のリスクがない場所では、うん、傘の方が好きですね。傘の方がいいですよ。はい、お願いします。Hey man. When did it? Washing the hand. All right. Please use the hishaku. Sorry, man. Not direct. Wash your mouth. Oh, 任意です。行きましょう。そこがあの有名な女人結界門ですね。ああ、見ますね。よいしょ。今日人少ないわ、めちゃくちゃ。マジっすか。うん、多い日、はい、もう今の時点で多分お貸し切りちゃいますか。天場、天場というか小笹の宿。でもあそこって奥掛けでしょ。はい、奥掛けです。さすがにそれはないんじゃないですか。了解。あのヤバかったら降りましょうね。あのヤバかったら降りましょうね。あのヤバかったら降りましょうね。何的に。 いろいろ。ああ、いろいろね。はい。エルギルモーニン。ドルフのブートキャンプ。モーニン。このままやったら早い言うて怒られるわ。ゆっくり行こう。いやもう僕今後言わないようにするので、ああ、好きなように歩いてもらって大丈夫ですよ。でも好きなように歩いてもらって大丈夫ですよってあなたついてけえへんからさ。いやだってそれは言ってんのと一緒やん。それってついてきますやんか。だーってついてくるんやったらともかく離れていったらそれはあんた早い言われてんのと一緒じゃないですか。いやもうついてきますわ。ゴニョゴニョ。その代わりあれっすよ、壊れてもゴニョゴニョ。それは自己責任ですよ。仮に壊れた時に一緒に言い訳考えましょうね。うん、何が原因やったと。ああ。ただペースが速かったっていうのは論ずることはなく。うん、どういう言い訳考えます。呼吸が足りてなかったとかにします。おすすめはでもちょっと標高があったから空気薄かったがおすすめですけど。事前のトレーニングで体に負荷をかけすぎてその疲れが抜けていなかった。あ、それもいいっすね。他どんなにします。昨夜。それは改めろし。はよ寝ろし。雨の中の午前中のこういう雰囲気すごい荘厳で僕好きですけど、ね、僕は晴れの方がいいです。暑いっすよ。濡れるっすよ。濡れますか。雨やと。でも暑くっても汗かいて濡れるんじゃないですか。装備は濡れないっすよ。確かに正しいことは正しいと言いますからね。僕このルート初めてなんですよ。はい、このフェイスは、まあ、奈良の山は意図的に避けてたとこあるしな。でもね、めっちゃ整備されてるんですよ、ここは。うん、別にいいですけど、はい、多分今ほとんど濡れないっすよ。でも風吹くと雫がいっぱいバーって出てくるんで、うん、それがいいやっていう。マジ山向いてへんよね。枕変わったら寝られへんとか、はい、水滴が嫌とか。あなたいつも登山には無視できる力、鈍感力が必要だとすごいおっしゃってますけど、できないから言ってるんだ。ああ、そうっすか。自分に言い聞かせてるんだ。ああ、そうか。はい、もう枕変わったら寝られへんとかもうほんま。いやほんまに僕もどうにかしたいから頑張ってるんですよ。俺の最近のお気に入りの枕ドロメダリーやからな。絶対無理。いやええねんって、あれ水で冷たいから頭ひんやりするしさ。はい、あのスタッフバッグに袋入れて、枕にするとか無理ですよ。スタッフバッグに袋は入れへんやろ。袋イン袋やん。
スタッフバッグに服を入れるじゃないですか。おかしいっすよね。おかしいですよね。おかしいですよね、うん、今のって。だいぶ言語やに問題が。やばいっすよね、やっぱり。うん、あなた勉強好きなのはええけど、はい、必須能力捨てて引き換えに知識入れたらあかんやろ。ほんまに。やばいんですよ、ほんまに。それもう完全に脳みそのキャパシティオーバーしてますよ。ごっついカエルですわ。フロッグ？よし。食べて。おーいえ、おーいえ。今日、久しぶりに18とかじゃないですか。はい。めっちゃ軽いっすね。めっちゃ軽いっす。やっぱ22、3あった時と全然ちゃうね。全然違いますね。だって日帰り装備に感じますね。ははははは。毎回水、4リッターも5リッターも上げとったら。ああ。今日僕、2.8 リッターっす。3.6 ですわ。ええ。でっかいっすね。ほんまや。なんか可愛いな。一生懸命。蒸し暑いですね。暑いですね。ウェッティなんは汗かいてるからっす。湯にいたんか。でも、別に汚れてないっす。全く遊びのない会社やな。え？ああ、一応、はい。普通。湯にと思われたくなくて必死やな。これ全体的に滑るんで気をつけてください。おーい。いや、ほんまにあかんやつや。よいしょ。ピントラでもマキシマムパッキングっすね。そうやね。うへえ、微妙な天気っすね。ね。まあ、避難小屋にもなるよね。今ね、一本松茶屋稜線までのちょうど半分ぐらいの地点ですわ。うえい、結構だから進んでないね。向こう行きましょうよ。向こう行きましょう。あ、ヤマップ入れてるやん、その素振りは。入れてない。嘘つけ。トレイル中に携帯見ることなんかなかったやん。絶対ヤマップ入れてるやん。見せろや。いや入れてるやろ。入れてるやろって。入れてないし。ヤマップアプリ入れただけじゃなくて、どうせ有料プランまで入ったんやろ。知ってんねんぞ。入ってないっす。入ってないっすよ。でも入れたんか。入れてないっす。じゃあ何？気になるんすか。僕も地図、紙地図で場所特定するんで大丈夫っすよ。いや、さっき携帯で位置特定した直後に紙地図で位置特定とか意味分からへんくないですか。それダブルチェックとは、うん、1回のチェックを、うん、ダブルチェックっていうのは複数の人でやらないと意味ないと思うんですよ。同じ人がやると思い込みというのが発生するので、はい、それは厳密な意味でのダブルチェックにはならないんですよ。一斉のでドンって見ないといけないですから。ですよね。今やってるのはチェックでも何でもない、うん、ただ地図見てるだけなんで、うんうんうん、ダブルチェックじゃないんで。ダブルチェックって言うたらあなただけどね。俺何も言ってないけどね。自分で言ってて、うん、いや、これこのキャラが、いや僕なんかその辺に転がってる人と同じぐらい価値がある。あ、出た、打つモード。はい、まだまだ勉強足りないっすわ。なんかもうそういうことを言い出すやつって、はい、病んでるか変な自己啓発セミナー行ったかどっちかやからな。どっちかっすか。もう一個ぐらいないんですか。変な自己啓発セミナー行ったとか自己啓発本読んだやつって、はい、いや僕なんてまだまだですとか言い出すやつ多いからね。僕これ買いました。もう30代終わりかけですけども。自己啓発本とか、うん、読んだことないです。この間買ってたよ。僕これ買いました。もう30代終わりかけですけども。あれ自己啓発本じゃないです。あれなんなん。あれはハウトゥー本です。ハウトゥー。いや、今やるべきことみたい。ああ、自己啓発もんか。自己啓発ですよね、それって。いや、僕なんかも全然勉強足りないです。もうやめてって、もう
高い金出して変なセミナー行った人みたいになってるからやめてよ。もういや、もっと勉強したいです。もっともっと勉強したいです。ほんで日本語欠落していくんやろ。はい、本末転倒や。日本語はほんまにやばいです。今日 UL じゃないですか僕。はあ、コーヒーインスタントなんです。はあ、俺もあのスタバの折り紙持ってきたからいっぱいは入れますよ。全部インスタントなんですけど。はあ、いいじゃないですか。僕からは以上です。いや、もらってるのにその文句言わないですよ。こんなにも整理されてますね。でしょ。この感じで、うん、奈良の山行ったら危ないですよ。ああ。だからこのルート本当にいいと思うんですよ。ほんまに人多いし、多い時は、はい、言うて今日かって人多いじゃないですか、はい、人多いですね。だほんまにあの奥掛けの奥の方入っていった時の人合わない感、あれは何かあった時危ないと思うけど、はい、この道はね、そういう意味でも安心ですよね。ね、大丈夫そうですね今のところはね。でも今日あれでしょ、昼からでしょ。昼からあの大荒れでしょ。はい、でも元気出てると昼間でしょ。当たり前じゃないですか。セルフやねんって言われた。今日タープ泊やねん。あーって言うでしょうね、後で。翔子、そっち入っていいって。いいっすよ、ちょっとゴミ袋って言って。ごめんなさい、そうなったら一回だけ、一回だけ言いますよ。でも一回だけ、いやもうほんまに申し訳ないですけど、一回だけガチの顔で本気で考えろって一回だけ言いますよ。いやそれでも、もちろんあれですから、シェルターモードにして過ごすことになると思います。アクトってさ、はい、爪爪であれ中二人入られへん。いやきついですね。あ、それは無理なんや、あれは。やめてやったことあるんですけど、やっぱきついです。あー、じゃあ横クマやったら無理か。あー、ウナやったら、多分頑張ったら2人いけるんで。いけますよね。ここはインナー外さなあかんすわ。あー、いっぱいやってみます。いやいや、いいっすよ。いい。いや、現実さ、あの2人一針で行こうでっていう時は生地でしょ。生地ですよ。申し訳ないけども、何の検討もなく。生地でしょ。あ、ごめん、生地頼むわ、言って。水持ってくださいよ、言うて。でも生地みたいなのを使うときに、はい、ああいうのこそオーバーロードが生きると思うけどな。あれオーバーロードいい。でも生地使ったときに使ったら、狭ーって思いますよ。生地は広いもんな、あれ。広いです。設営完了までなんとか雨を持ってほしいな。いけると思います。行けるかしら。思うだけで根拠はない。帰れ。でも登山なんかも励ましなかったらきついってやっぱ。まあ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 。いいし、赤いしね。ああ。鉄やな。鉄が入ってんや。鉄。鉄鉄鉄鉄鉄鉄。ルル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 ル。午後はまるまる。やばいっすよね、やっぱり。今やろうかどうか悩んだんですよ。やっぱりさ、俺は声を大にして言いたいんやけど、はい、やっぱり俺よりあなたの方がきついわ。いや、今のはあかんっすよね。あの、俺はまだ笑いにしようっていうあれがあんねんけど、あなたのはもう純度 100% の悪意やもん。ほんでしかもカットせえ言われんねんで、俺でもやめた方がええって言うよ。でも自重チルってなって自重しましたよ。自重したけど一回やってからやん。ドルフのフードキャンプすげえもんな、たーみ方が。あ、ええー、ちょっと撮ってください、撮ってください。撮ってます？撮ってる撮ってる。これはダメですよ、マジで。マジかよ。もう絶対なしっすわ。いやもうさ、なんも、いやもう、これはひどい。なんて言えばいい。カエルや。いやマジでほんまにないですよ。ないね、さすがに。っていうか、つけ水結構あれやな。ワイルド。見送り。ドルフのブートキャンプ。いやー、この風の力嫌やな。なあ、
よっしゃ、合流したな。えい、ちゃうわ、合流ちゃうかった。いや、いつも合流でいいですよ。もうでもそこやな。あ、正午の読み通り2時間半かかってるわ。いや、だってそりゃ僕2時間半で歩いてますもん。あ、2時間半かけるペースでってこと。はい。汚ねえな。何がすか。え、意味が分かんないですけど、それで生まれて余裕があるんやったら勝ちでしょ。だって汚いわ。ペース上げます。あ、危ない、逃げた。だから俺の超能力使わせるなっつうの。よっしゃ、チャヤチャヤ。はぁ、よいしょよいしょ。お帰り。買っていく？いやいや、水かよってなっちゃいますか。ああ。大阪市からお越しのノストラダムス様。はい、続き。大予言様が無理です。しっかりして。何やねんこれ。しっかりして。そういうのは僕のあれですからね。カオスティックなのは僕のあれですから。今の確かにらしくないよな。らしくないです。はい、言ってや。僕がですか。うん、いや、そういうの、そういうのって僕のあれじゃないですか。いや、じゃあだから言いいな。俺振ってるやん、さっきから。大阪市からお越しの。はい。はい、ちょっとだけ時間もらえません。だ、要は勢いだけでなんか適当なこと言うじゃないですか。うんうん、絶対滑るじゃないですか。まあ今僕考えてるのは、三輪明宏さんを使って黙れ小僧で、そのアナウンスしてるやつを喋ってるという体でどうにか黙れ小僧できんかなと思って考えてますけど、やっぱ重ねたくなっちゃうんですよね。一発でしてみたいな。それやったらあれじゃないですか、はい、大阪市からお越しの三輪明宏様、はい、明日か様が黙れ小僧。ああ、それでいいですね。今じゃあ、はい、そうしましょう。ここにいますね。よし、悲しみの果てに何があるかなんて見たこともない。鎖場行く？行かないです。そういうのやめてもらっていいですか。じゃあここからはただの稜線歩きで。いや、若干岩場とかあるで。ゆへぇ、早稲田大学卒業の人じゃないですか。ここをキャンプしてやるか。うわぁ、あかんな。ここをキャンプ地にしてやろうか。それややこしい。ゴルフのブートキャンプ。こんな過酷会やったっけ。しんど。こっち行きます。オッケー。あの、きつかったら、はい、こういう風ないところでゆっくり休んでよ。はい。こういう道に見ると奥崖って。結構あちこちあるもんね、こういうとこ。いいから覗かなくていい。覗かなくていいですよ。俺はもう一回やったし。え、がっつり登るじゃないですか。こんなとこあった。あ、そっか、俺いつも上から行ってるからか。よいしょ。
正吾はあれなんですね。はい。なんすか。意地でも傘閉じない星の元に生まれてるんですね。ええ。あ、これですわ。西野の時は。行きましょうか。あれやろう思ったら宿坊から人呼んでこなあかんからな。虫が少ないですね。少ないね、やっぱ。そらまあ飛ばれへん。今日のフライトは中止や。虫も言うてますわ。普通に家あるやん。ほんまに宿坊ですけど、なんか普通に家ですけど、ね。どうやって作ったんすかね、こんなん。いや、不思議やでな。ヘリかな。いや、まあヘリやろうけど。よっしゃ、着いたね、でもゴールじゃないっすかね、ここ。まあね。今なんかちょっと盛り上げたっすけど。とりあえず上りはここまでじゃないですか。えー、だって言うて今1700ぐらいまで来てるんですよ。え、何やった今の。いや、めっちゃしんどいんすよ。あ、マジで。はい。はい、今正面見えてんやんか、はい、門の向こう、はい、あそこほんまに一番上やわ。うん、あれ以上登らんわ。頑張れメロス。メロスは走った。うるせえ。シャダフッカップ。オーマイガッシュ。スラング。神杭三号を整え参入めされよ。何を言ってるか分かんないですけど。はい。まあふざけんないうことちゃいますか。はい、大休止やな。はい、大休止っす。やけど、いけるかなって感じです。騙し騙し降りるかも。いやいや、大丈夫っす。ここから戻ってくる。ただでもめっちゃ苦しいっすわ。そうやって何が起きたかは分かってます。分かってます。分かってんの。はい、そうなるって分かってます。うわぁ、あなた分かってるでござるよ。メロスは走った。遊びないな。めっちゃしんどいんですよ今。遊びゼロやな。ゼロですよ、苦しいんだから。今視聴者の方聞きますかね。いや、これからあなたの狂気は徐々に映像にしていこうと思ってるから。いやー、しんど。あー、でもちょっと戻ってきましたよ。あ、そう、はい、戻ってきてるんで。あ、そこはもう見えたってことなんです。あー、なるほどね。それ以上は下がらんと。そうそうそう。よいしょ。あー、着いた。あー、どうぞ。よいしょ。とりあえず参りますか。うん、マスクつけろ。脱毛せ。了解。ちょっと休めろ。ええー、よう降りますな。ああ。40分ぐらいで行けるってなんか書いてましたわ、そこから。うんうん。行動してる間はそんな寒くないっすよ。うん。来た方が濡れると思うので。ええの？動か、あの、休まんで。大丈夫っす。ちょっと、ちょっと待ってな、呼吸だけするから。ダメです。あ、さっき言っとけや。ちっちゃいの。ちっちゃい小競り合い。でもだいぶ戻ってきましたよ。うん。ほんまにとにかく回復してくんのかな。 OK OK、 行きましょうか。左手ですけど。はいよ。いやー、危ないなこれ。危ないな。ちょ待て、おかしいおかしいおかしい、これおかしいっすか。これはマルキーやで。うん、おかしいっすね。いや、ただトレースっぽいのはあるけど、はい、これ、はい、崩れたんすかね。崩れたんか、分からんけど、はい、もうこっから先、傘あかんで、はい、戻ってシェル切るか、ここで急いで切るか。戻ってきます。ここで急いで行きますか。早朝か。はい、
行きましょうか。はい。やっぱおかしいで。おかしいですよね。あっちのルートやと思うんですよ。上から通るんかな。ちょっと一回戻りません。これ横切るのはおかしいから。どうする？もうさっきのとこまで戻る？はい、戻りましょう。あの、はい。ここにルートあったじゃないですか。うん。あっちってさ、でも お花畑みたいなのがあるとこやねんか。はい。それを抜けていくんか。はい。ちょっと一つ提案な。はい。あのこっち行って、はい、アウトやったら降りようもう。もう降りましょう。降りましょう。うん。無理せんとこな。はい。もう今やったら、はい、まだ日暮れる前に下山しきれるから。え。雨の日のあの急の岩場は嫌やな。はい。いやこれ敗退ありうるか。やっぱ僕向こうから来た記憶があるんで、あの崩れてなくなったんやと思います。道がさっきあの、はい、木の板んとこも端っこ崩れてたしな。はい、そうやろ。このお花畑に出んねん。これちょっと左行ってみますわな。はいよ。いやー敗退臭いな。敗退かどうかってとこっすねこれ。まあでも我々のポリシー通り無理はせんとこ。マーシャル来たぬくいわ。やっぱりこれおかしいでしょう。トレースにしては弱すぎるって。下山。おい。敗退っすねこれ。ルートがないっすわ。さっきのルートなんやろやっぱり。はい。でもあそこ突っ込むのはやっぱちょっとリスクやからやめとこ。はい。じゃあ、はい、はい、今回の、はい、小笹の宿バックパッキングキャンプ敗退ということで。はい。これは敗退です。もう、はい、紛れもない敗退で、はい、帰りましょう。あの無理したら通れると思うんですけど、無理はしないのが私たちのポリシーなので、はい、あの雨でかなり傾斜のある箇所、もしかしたら崩落したんかなっていう場所。いや崩落してますねあれは。ですよね、はい、ほんでかつ結構な傾斜の岩場やったんで、はい、もう濡れてて危ないんで今回は安全とって下山します。下山。はい。私たちにとってのサスティナビリティとは、はい、無理はしなく安全にやから、無理せえへんかったら行かれへんやったらもう帰ろ。下山ということ。おいっす。ゴルフのブートキャンプ。僕の山と高原地図最新やったっすけど、あっこの道なくなってるとか書いてなかったっすよ。なんで何も言ってくれないんですか。何がいいな。僕の山と高原地図は最新ですけどの部分何も言ってくれないんですね。そうなんです。だって俺が前言った通りコピーしてたやん。そうなんです。私も大和高原高台に入りまして。あ、入ったんや。入りました。そっちか。ヤマップじゃなくて。違います。最新版です。とても便利です。笑ってんじゃねえ。今日は汚い言葉いっぱい使ってもいいと思うんです僕。ああ。笑ってんじゃねえ。笑うよね。いつも僕ペース早いっすよって言ってる、うん、ほんまにペース早いんですよ。ほう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 。僕からは以上です。ほんまに耐えられないからペース速い。でも This is Sparta の時とかあれ早かったやん。あれはあのそれに耐えられるようにしてからやってるからです。うわ、石膏。そらそうでしょ。かかってきなさいって。今日はもう私の拳を受けてみろやん。あそこだ。はあやってこうやって擦ってんすよ拳を。今ここおりますね。うん。大峰山地のすぐ下。でさっきのあのここの休憩所まで。1時間ぐらいかけて、行動食、ちゃうわ、行動不能会か。いや、疲労困会じゃん。あ、疲労困会か。で、紹介してた、はい、急速リカバリーの方法、はい、今から師匠が自分の体を使って、はい、実践いたしますと。今日珍しく師匠が完全に潰れておりまして。もう吐けない酸がいっぱい体の中にありますわ。呼吸では吐けない酸が。がしかし。大丈夫ですよ。いや心配してないですよ。ここからリカバリーしますよ。なんかおかしかったですよ、ね。じゃああなたが、はい、
今日はほんまにひどいで言語もうめちゃくちゃやで。でもなんとなくわかるでしょ。いやわかるけどさ、今からほんまに僕らの修行会、あの過酷会過酷会言うてありますけど自爆会ですよね。ひどい、あんまりです。だって俺がこう刀振り回してるところにわー腕突っ込んできて切られてさ痛い言うていやほんで過酷会ですわ今回言うて、そうそうそうてか俺今気づいたけど、はい、今日のテラプレーンえらいスリムやな。えらい薄いな今日。はい薄いですねえらい、えらい、えらい今日細いで、華奢な女の子みたいになってるで。一気に降りましょう。うん、下山5時半、真っ暗やね。5時半って真っ暗ですかね。山やからね。あ、じゃあ行きましょうか。どこも痛くないんで。うん。そうっすよ。頭は？頭はなんともないです。精神は？精神はちょっと変。性格は？曲がってます。自分で言うた。結構失礼しましたわ。様子見つつペース上げてくださいよ。また潰れんとってくださいよ。大事っすよ。あなたの教えで言うと今からの時間が一番毛が多いんですよ。あ、そうですね、そうですね。あ、でもほんまにそうっすわ。いやでもマジそうっすよ。トゥクトゥンプスヒルイン入った今。ただいま4時でございます。もう苦労ございます。ヘッドランプ持ってるでしょ。持ってますけど、今後でもヘッドランプなかったら、うん、積みますよね。いや積むよ。まあスマホのライト手で持つとかやりようはあるやろうけど、スマートフォン頭に映りつけて、うん、なんかつけて、なんていうんですか、津山33人殺しみたいになってますね。いやろうそくあれろうそくじゃなくてね、懐中電灯なんですよ。あれ懐中電灯なんですか。先端がこうやって曲がって前を照らす懐中電灯をこう向きにつけて。え、八つ墓村のモデルが津山じゃないんですか。あ、でしたっけ。あ、でもそうかも。あの池に足だけ出てるやつ、衝撃映像池朝池朝早く来て。まあでもそうやんな、上半身どうやって固定してんのか気になるような。今日はコテンパにやられましたね師匠。コテンパにやられましたねマジで。はあ、今日はイカれたわ。はあ、はあ、楽しかったっすか。いやまあいい運動になったんちゃいますか。疲れたっす僕は。お疲れでござる。はい、お疲れさんでござる。はあ、日没前に降りれてよかった。マジで心配でしたね。疲れた。もう俺にひどいひどい言うけど、あの六甲山であんだけボロボロなって足まで負傷してる俺を見てクス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 笑い続けてた人やからな。マジで溢れんばかりの笑顔で、もうあごめんなさい笑っちゃあかんとか言いながらクス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 笑って、あー疲れたねほんまに。終わった出すんすか生還って。出すでしょだって。いや今日は僕いいと思いますよ。よっしゃ、女人結界もん。じゃあ無事降りれました。ありがとうございました。ありがとうございました。修行の山会